日中外相尖閣巡り欧州改善の兆しなしと、はい、これ産経新聞が報じているんですけど、はいはい、あの王毅外相、うん、中国の、はい、外相がですね来日しまして、うん、まあ、この日中での外相会談を昨日行ったんですね、はいはい、この会談の中で、尖閣諸島周辺への領海侵入など力による現状変更の試みを自制するよう、強く求めたと、うん、ただ王氏は記者団の前で自国の立場を一方的にまくし立てるなど日中を取り巻く緊張に改善の兆しは見られなかったと、はい、中国海警局の船は今年だけで尖閣周辺を計300日以上にわたり航行、今11月ですから、はい、それ365日1年と考えるともうほとんど毎日来てるっていう状態なんですね、はい、海警局の船に武器使用を認める法案も準備されるなど先鋭化の流れは止まらない。日中間では習近平国家主席の国賓訪日が棚上げされているが、外務省幹部は海洋進出が改善されない限り前に進むことはないと語る。ただ王氏も黙っていなかった。共同記者発表では手元の紙を見ることなく尖閣に関する中国の主張を展開、東シナ海の緊張は日本漁船に責任があるとした上で敏感な水域で事態を複雑化させる行動を回避するべきだと、うん、言い放ったと、はい、いやお前らがだろうという話なんです ね、はい、ただこれ、まあ、日本もその外務省の発表を見ると、うん、いろいろ言ってるんですよ、はい、香港に対しても言ってるし、はい、ウイグルに対しても、はい、いろいろ要請しますと、はい、いうことは言ってるんですけども、はい、この会見の場で、うん、茂木外相には即反論してもらいたかったですね、はい、そうです即だしなんかニヤニヤして、うん、あなんかヘラヘラして聞いてたでしょ、はい、あれがもう完全に弱いし、そうですね、で一説には、うん、あのその中国から あの外相とか来た時には、うん、中国側がメディアで言ってるのを中国で放送したいから、うん、それを聞いてるふりしてくれっていうふうにやって、はいはい、裏ではビジネスをニコニコしながらビジネスの話をしてて、だからその会見の時は俺たちが勝ってるようにしてくれっていうのを国内向けにしたいんだっていう形でやってるのを日本側が受けてるっていう話も前からあるんですよね、うん、なんかそれにも見えるというか、でっていうかまあそれなぜ受けるんだという気もするけど、本当ですよ、どっちにしろあのヘラヘラ側は良くないよね、良くないですね本当に、はい、なんか今あの肘でこうタッチとかするじゃないですか、はいはいはい、エルボーをしろぐらいの感じありますよね、外交問題になりますよね、外交問題になるんだけどもであとね、外務省幹部は海洋進出が改善される限り、はい、次に進むことはできないって言ってるんだけど、うん、いやいやじゃあもう連れてくんなよそもそも来んなよみたいな、習近平どころか王毅すらそうですよ、その尖閣列島来てる時点で、うん、日本側は差し込まれてるわけだから、はい、あのその状態でこっからよくしようって言ったらもうそこがもう、うん、一定のラインになっちゃうじゃない、うん、差し込まれた方が、うん、いやいや引き戻してからその尖閣に来てる船をなくしてくれたら会談に応じますよだったら分かるんだけど、うん、そこがもうデフォルトっていうかね、そうですね、うん、まあ、それ自体もおかしいですし、そうです、今回のこの会談の結果、はい、もう今月中ぐらいから、はい、もうビジネス往来 OK にしましょうよっていう話になってるわけですよ、そうそうそう、今まさにマスコミが言ってますけども、コロナの第3波が来たと、そう、こう毎日言ってるわけですよね、感染者がこれだけ増えましたと、そうで一方でじゃあビジネス往来はとか言って、うん、外からはありになってしまうのかっていうのが、まあ、根本的におかしなところで、 GoTo は止めるけど、はい、日本人の移動はダメだけど、うん、あの中国人の移動は OK ですよ、中国人のビジネスは OK ですみたいな話は取れてしまいますよね、うん、完全におかしな話ですからね、はい、いやこういう点を野党はつくべきだと思うんですよ、うん、野党は全然ダメです、ね、野党こそ来てほしいと、いやこれこそもう野党はもう徹底的に追及して、うもう政権の姿勢、この菅政権の親中すぎるんじゃないかという姿勢を問うてほしいですね、野党役に立たないよね、そうですね、で今この茂木大臣に関しては過去の発言がまた取り沙汰されてるわけですよ、はいはい、それ何かっていうと、うん、その自分にも国家のビジョンはあるんだっていうことで、うん、なんかいろいろこう示してるわけですけど、はいはい、英語を第二公用語にしようとか、確かに、で定住外国人に地方参政権を認めようとか、はいはいはい、そういうこと言ってるわけですよ、はい、この人外国土に見えるようなことばっかり言ってるんですよね、立憲民主党の人かなと、はいはい、それぐらいの、ね、ことを言ってるわけですけど、はい、それが日本の外務大臣なんですよね、そうですね、そう考えると恐ろしくなってきますよね、だからまあ本当に人材難 なんだろうなと思いますね、人材なんですね、はい、だって全然河野さんがすごい、はい、みんな言うけれども、はい、僕からしてみたら、うん、当たり前じゃんって思うんですよ、政治家で日本の税金で飯食ってるわけだから、はい、だし
あれぐらい普通じゃねって思いますよ、うん、で今まであんなのがいなかったからすごい目立ってるけど、はい、し僕も期待はしてます。でも何人かいなきゃおかしいっしょって。そうですね、ああいうレベルが、はい、いやしかもですよ、うん、まあ、今菅政権になりましたけれども、はい、そのね、あの安倍総理が辞めるという時に、うん、はい、ポスト安倍っていろいろ言われたじゃないですか、うん、その中の一人に入ってましたよね。そう、茂木さんって。そう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 、全然入ってます、まあ、全然下の方でしたけど、はい、入ってポスト安倍の一人として、はい、この方が入っていたっていうこと自体、はい、日本にはどれだけ人材がいないのかと。いや、日本にはというか、うん、日本の政界、特に自民党にどれだけ人がいないのかっていうのをもうまざまざと知ってしまったのがもう、はい、そうですね、やばい。石破だってギリギリまで行ってましたから、ね、うん、石破だってギリギリまで行ってましたから、ね、まあ、実質2位みたいなところありますからね、石破さんが常にね、うん、あの何回も安倍さんと石破を2位にしないようにちょっと温情で、はい、あの議員票やるかみたいな動きも報じられていましたから、決選投票でね、うん、なってた時もあるわけですから虫歯しげるって石破ですらですよ、うん、あと岸さんだってね、総理候補っていうわけでしょ、はい、岸さん、え、岸田ですか。あ、岸田さん、岸田さん、はい、そう、岸田さんね、岸田さんもう全く鋭いなと思うところが全然ないんだけど、岸田さんも外務大臣経験者ですからね、うん、そう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 、日韓合意やった時の、はい、外務大臣でしたけど、どこに岸田さん鋭いところあるんだろうっていうか、なんか思いますね。そうですよね、うん、ちょっとなんか野球で例えると、うん、全然なんか変化球のキレもないような、そうストレートもプロなのに120キロみたいな、 そんな感じですよね。まあまあ、あの出しても中継ぎだなって思うんだけどあ、こいつ出したら打たれるなと、あ、打たれたじゃねえかっていうそういう感じ、敗戦処理の、いや、やっぱそれ打たれるでしょそれと思って、そうですね、うん、なんかそういう感じが、うん、だって本当に鋭い意見出したことある、岸田さんが。いや、そもそもですけど、うん、岸田さんの意見知らないですね、よく考えてみたら。あのね、インタビューとかあるんだけど、はい、全部当たり障りないんだよこれだっていうのが、これだっていう、やっぱそのビジュアル的にも、うん、なんかインパクトがないというか、 いや僕そういう点で僕は石破さんを褒めたいなと思うんですけど、うん、石破さんは一回見たら忘れないと思うんですよね、はい、あ、確かにね、石破さんのあの風貌、はい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 、さらにあの喋り方、うん、これはやはり忘れないという点で、はい、一つ、まあ、特徴なんじゃないかなと思いますし、一回あの魔人ブーのコスプレして出たっていうのが、はい、もうとてつもなく脳裏に出ます、刻み込まれてる、はいはいはい、あれはね、うん、あれはもう本当にって、そうですよね、はい、いや、一方で岸田さんっていうのは、うん、何の映像もないんですよ、脳の中に。確かにね、なんかあるかな、もう官僚ですっていうのが顔に書いてる感じですよね、うん、真面目そうだなっていう、真面目そうです、うん、多分いい人なんだろうなっていう、そうですね、ことなんですけど、じゃあ果たして総理大臣になる器かっていうとちょっと違うんじゃないかなというのは思ってしまいますよね、うん、こう言葉でやっぱ政治家はなんかこう、うん、自分の性質というか政策っぽいのを出してほしいなっていうのはすごく思うんだけど、それがあんまりないっていう。じゃあ今、はい、こういう時に圧倒的にモブ感っていうのがあってモブキャラというか確かにそういうところありますよね、はい、そうですね、あのこうなんか別荘で殺人事件が起きて、はい、うん、死なないやつみたいな感じですよ、ね、結局なんかなんだかんだ最後まで生き残ってるモブキャラの感じがありますよね。本当そうですね俺はもうこんなの耐えられない、先に帰るぜみたいなのって殺されるやつでもなく、はい、何かこう解決するわけでもなく、うん、ずっといて最終的に生き残ってるみたいな、そういう感じです、はい、菅さんもあんまり喋らないけれども、うん、意志の強さとか、あのまあ、ちゃそうな目つきとかあるじゃない菅総理は、うん、あの犯人でもおかしくないですね。そうそうそう、犯人はあなたですと言われても、そうそうそう、だから菅さんの凄さは、うん、そういうところはあるから、うん、あ、これはこれで総理大臣になる器っていうのは感じるんだけど、うん、そういう人が少ないというね、うん、あの自民党のこ大丈夫かっていう感じがすごく、そうですね、まあ、結局その、まあ、政治って権力闘争じゃないですか。そうです。だから変にこう抜きん出てくる人は潰されるっていう、うん、はい、まあ、運命もありますし、はい、まあ、そんな中で生き残ってきた岸田さんは安牌中の安牌なんだろうなという、そうそうそう、そんな気もしてしまいますよね。確かに石破のやばいなって思いますけどね別の意味でこいつ食ってるかもしれないっていうやってんだっていう気が、はい、そうそう、やってる、あ、やるなっていう、ね、そうそうそう、はい、ねっとりしてますね、はい、いや、だから人材がいないんだなというのは非常にまずいですね。そうですね、はい、